お騒がせしております。ただいま北朝鮮による拉致被害者救う会の、内閣府に提出する署名集めをしております。何卒ご協力お願いいたします。北朝鮮による大量の日本人の誘拐事件、北朝鮮が今望んでいることは、この事件を日本人が忘れ去り、誰も何も言わなくなってしまうことであります。皆様何とぞ声を上げ続けることをやめないで、頑張りましょう。昨日は憲法の日でしたけれども、5月3日ゴミの日ですね。私はゴミの日と憲法の日であるからゴミ憲法の日でいいんじゃないかと思っておりますけれども、北朝鮮から日本人が1000人近くも戻ってこない理由の一つが憲法9条であります。憲法9条ですね、今すぐ廃止して、日本人を返さなければ平壌を更地にする、脅せばですねすぐに帰ってくるんですよ。ですけれども9条があるせいでそれが言えない、飴と鞭が必要な外交に、飴しか使えない、これが拉致被害者が戻ってこない大きな大きな理由の一つであります。憲法改正に賛成でもですね、皆さん口々に、いろんな方法言いますが、私はとりあえずスピード優先で、スピード優先でですね9条廃止で、あと戦わないっていう明言している全文の廃止でですね、日本国憲法は7条8条次10条これでいいんじゃないかと思っております。スピードが大事であります。皆様北朝鮮による拉致被害者救う会の署名を集めております。ご協力よろしくお願いいたします。高田馬場駅周辺の皆様、ただいま北朝鮮による拉致被害者全員救出のための署名活動を行っております。横田めぐみさんは13歳、中学校1年生で北朝鮮による拉致を行われてしまいました。そして横田早紀江さん、お母様はもう今年で87歳になってしまっております。一日も早い奪還を救出をしてお母様にめぐみさんを会わせてあげたい、その気持ちだけで私どもはこの署名活動に取り組んでおります。どうぞ皆様方の温かいお気持ちをこの署名活動に表してはいただけないでしょうか。お願い申し上げます。お忙しいとは存じますが、ほんの少しだけ足を止めてください。署名活動にご協力いただけますようよろしくお願い申し上げます。